ご乗車ありがとうございます。ありがとうございます。はい、どうされましたか？はい、あ、岡崎ですね。では5番線になりますね。階段降りて右側のホームになりますね。行ってらっしゃいませ。ありがとうございます。はい、どうされました？あ、今日も競馬で負けちゃったんすか？次は勝てるといいですね。お疲れ様です。あ、山本さんお疲れ様です。ねえ、今日めっちゃ天気いいですよね。いやでもね、なんかあれですよね。明日からまた寒くなるらしいですよね。いや、ほんとね、泊まりだと大変ですよね、山本さんたちもね。お疲れ様です。あ、なんか電話来てますよ。行ってらっしゃいませ。駅員の仕事は、忙しい時間と落ち着いた時間の差がとても激しく、眠くなるほど何もない時間帯もあるのです。ちょっと駅員さん。はい、どうされました？切符が改札に通らねえからよ、反抗してくれる？ちょっと拝見しますね。見た感じ問題ないので通ると思うんですけど、切符が改札を通らない時の原因、切符の日付が違う、区間が間違っている、ぐちゃぐちゃになっている、使用済みの切符などなどたくさんあります。いいから反抗してくれよ。もう一回通してもいいですか？いや、ダメだったんだって。ちょっと僕がやってみますね。さっき通したって言ってんだろ。どうしてそんなに止めるんですか？ちょっといいですか？あ、今改札のデータを確認したんですけど、先ほどこちらの切符を通した記録が残ってなかったんですけど、本当に通したんですか？あ、昨日通したんだよ。昨日ならそもそも日付が違うので通るはずがないんですよ。とにかく反抗してくれたらそれで解決だろ。お客様、ちょっといいですか？あ、何やってんだ。この切符偽物ですね。え、本物の切符ですと鼻につけると顔の油が切符につくんですよ。この切符は材質が違いますね。それにしてもよくできたもんですね。切符の材質について。切符で裏が黒いものをよく見かけますよね。それは磁気を使って切符の区間や有効日などの情報を書き込めるように、切符の裏に磁性体というものが塗られています。この材質によって鼻につけたところだけ色が変わるんですよね。くそ。もちろん機械も優秀ですが、人間だって負けてませんよ。切符買ってくるわ。不正乗車ですので3倍運賃いただきます。ああ、それともううちの電車は乗れないですからね。ああ。